はい、皆さんどうもこんにちは。今日はですね、アイコスという電子タバコについてちょっとお話したいと思うんですけど、今ですね、実はキャンペーンで14日間無料でお試しということで、実は僕も応募して、今まではずっと普通のタバコか、グローという電子タバコを使っていたんですけども、初めてね、ちょっとアイコスっていうのはどういうものかということで、実はもうキャンペーンで申し込んで、今日商品が届きまして、見たんですけども、こんな感じなんですよ。まずはアイコス本体こんな感じです。それでもうね、なんかね、携帯みたい、おしゃれ、すげえ、もうずっしりしてるし、もう開けたらね、こうね、今中身は抜いてるんですけど、僕はね、この黒にしました。で、この黒もすごい、色もなんか黒黒してなくてよくて、でね、この 初めですぎて、この開け方がちょっと分からなかったんですけど、どこにも載ってなかったんですよ。でね、調べていくうちにやっと分かったのが、ここ押すと開くよっていうね。で、これ実際ね、いろいろ調べてみまして、今のアイコスすごいことになってるぞと。で、この掃除セットとかもここに入ってて、この後ろは充電器とか入ってるんですけど、もうこのタイプ、今持ってるこのタイプはアイコス3デュオっていうものでして、このシリーズからタイプ C の充電器になってます。で、今まで USB のやつだったらしいんですけど、これがかなり充電も早くてですね、今までかかってたのにも半分になったということで、またさらにそれもいいポイントなんですけど、お試し期間14日のうちこれがついてきます。これはね、自分でフレーバー選べるんですよ。いろんな数あるフレーバーで、僕はこういうちょっとこうかなんですか、フルーティーなやつを選んだんですけど、その3種類ぐらいあって、その1つ選ぶと、まあ、自分の好みのやつをあっちがカスタマイズしてくれて送ってくれるということです。で、このアイコス自体の値段が、実は990 もうそんな安くないか、9980円なんですけど、これが2週間のお試し後、もし購入するのであれば6980円まで下がって、そのまま自分のものになると、お金支払いはね、めちゃくちゃいいなと思って。で、6980円で計算した時に、じゃあこれ大体いくらなのかなって調べたら、まあ、大体500円ぐらいですね。1箱500円ぐらいするので、全部20本入りで500円すると、午後25で2500円引かれるから、まあ大体7000か2500円引く、まあ、4500円ですよね、実質で自分のところに手に入るというところでね。おお、すげえな、これ。最初はただ吸って、まあ2週間で返すだけの予定だったんですけど、実際の自分が試してみたら結構いいものだということが分かったんで、いいポイントをね、紹介したいと思います。で、完全に僕アイコス素人なんで、その素人目線でお話しすると、まずね、このね、充電が超かっこいい。電池入れると、電池スイッチ入れると、こうお呼びでしょうかみたいな、なんかちょっとアイアンマンの感じですね。めっちゃおしゃれで、これも開けてこう中取ると、ここもこんなについて、これ刺してみたいな感じでこう吸うんですけど、かっこいいですね、単純に。なんかこうアイコスっていろんなケースが出てるイメージなんですけど、こいつはね、このままで十分かっこいいんで、ケース入れなくてもいいと思います。で、まあ、この子は実はもうすごいんですよ。ペアリングできると。ここにQR コード載ってるんですけど、ペアリングして、じゃあ何するのと思ったら、ペアリングして、そのアイコスの状態が見れると。温度が高すぎて壊れそうじゃねえかとか、なんか、まあ、充電が何パーセントとかね、そういうことも分かると。で、ちょっと今これコア、アイコスの3デュオっていうシリーズなんですけど、この子ちょっと今ね、不具合が起きてるみたいで、Bluetooth の不具合が起きてるせいで、まあ、ちょっと私はできなかったんですけど、まあちょっとそれは一時のものなんで、これからペアリングすればかなり良さげな持ち物になるんじゃないかなと思っております。それで、この吸うまでの時間、起動して刺して、このボタンを押して何秒後に吸えるかって。で、今までのやつ比べると、アイコスって連続吸いができなかったらしいんですよ。だけど、このシリーズからは2本連続で吸えるというところが売りみたいですね。ただね、まあそういった部分も今説明したんですけど、自分がいつも使ってるこのグロー、この子はタバコ自体は、まあ値段はそんな変わらないですよ。で、アイコスとより比べるとちょっと長い。
アイコスの2倍ぐらいかな、まあ、アイコスはちょっと短いイメージがありますね。でこの子は結構いつも連続吸いができる、昔からできるやつだったんですよ。で言うとこの子は安いやつはマジで2000円ぐらいで買えます。なんかシリーズのなんか値下げがあって3000円だったものが1000円になってたりしたりしてかなりお得です。でこれ全然関係ない話なんですけど、特にあのファミリーマートとかって700円くじやってるじゃないですか。お会計がいくら超えるとくじ引けますみたいな。僕一番最初に買ったグローがなんかね、いくらだったかな、3000円ぐらいで買って、でタバコ自体も買って5回ぐらいくじ引いたのかな。でその時に6枚中4枚ぐらい当たったんですよ。めっちゃ得した気分になって、まあ、そんな小話でしたけど、まあ、僕はね実際使ってみてこっちの方があのコスパはいいかなと思います。おしゃれ度とか考えるとやっぱりねアイコスの方がいいかもしれないけど、吸った感じねの違いは特に正直分かんなかったです。でのこのシリーズは調べたところ、あの吸い始めるまでがボタンを押してからね振動するんですけど、吸い始めるまでが20秒ちょっとぐらい。でもこの子も大体そんなもんなんですよ。だからまあおしゃれさんっていうんですか、ちょっとお金かけてもいいなっていうアイコスラバーの人はすごくおすすめですが、まあ、今から電子タバコを始めるという人には、まあ、最初はアイコスに執着がなければこっちでもいいのかなと思いますね。でもなんといって もうこのシリーズからさっきも言ったようにあのタイプ C なんで充電は早いし、今までよりもすごく充電の速度が速くなったと。でこれ1回充電満タンにするともうその1箱全部これが吸えちゃうらしいんですよ、20本で。すごい充電なんか持つなって、もう大きいだけありますよね。でもこの子は多分連続でそんなに吸えないです。4つあのこの輪っかがね充電どれぐらいありますかって聞くと、まあこういう風になるんですけど、だいたいね1本2本吸うと1つなくなっちゃうから、まあ、吸えて8とか、まあ、8は吸えないかなと思いますね。5、6だと思いますね、うん、だからそう考えると、まあ、充電しないでもいいんだったらこっちの方がかなりいいかなと思います。でこのもう本体自体に保証がついてるんで、故障した場合とかは無料でサポート1年間はしてくれるので、そういったところもすごくねなんかねもう今までのタバコっていう感じじゃなくておしゃれなこう持ち物みたいな感じですよね、うん。でまあなんといってもその加熱式タバコっていうのは、まあ、普通のタバコっていうのはねこういうやつね、こういうやつは火つけて吸うと800度になるんですよ、熱が。結構もうまあやけどしますね普通にね。だけどそういうやけどの心配がないですね、電子タバコっていうのはないっていうのと、あとはそのニコチンが入ってないから一番わかりやすいのはこうティッシュとかでフーってやった時にこいつ吸った後フーってやったら茶色くなります、ニコチンで。でもこの子の場合は真っ白だから、まあ害がゼロってわけじゃないけど、かなりその辺はあの匂いとか壁に色がつくとかそういうことはないと思います。でやっぱり吸った感じは、まあ、両方知ってる人から言うと、まあ、吸いごたえ、タバコ吸ってる感はこっちのどうしてもありますね、うん。でねがっつりした感じをね味わいたいんだったらこっちの方がタバコに近いですね、アイコスの方が。割とねこっちの方はねなんかねあんまタバコしてないような感じですかね、個人的な感想ですけど。でもさっきあの試してみたらもう結構深くタバコの感じがしてたんで、あの何ミリとかあのタールなんとかそういうのは記載はないんですけど、今のこのお試しのそのレンタルっていうんですかね、2週間14日間のやつだと、まあ、これがついてくるだけでもかなり大きいので、で一つ忘れちゃいけないのは、あのこの2週間終わってから買いますかって聞かれるらしいんですよ。で買いますの場合はいいんですけど、買いませんの場合は、送料無料でこちら引き取ってくれるそうですね。でこの人これはあの返す必要ないということです。でもしこれを返しちゃった場合はキャンペーンの値段ではもう二度と買えないみたいです。なので返しちゃってやっぱり欲しかったなって買うときはもう1万円今9900いくらになっちゃうというところ、そこはちょっと注意が必要なので、まあ、気に入ったら買った方がいいかなと思いますね、うん。2週間で全部吸い終わって返してやろうと思ってたんですけど、まあ、吸い終わる必要もないということでね、かなりお得なキャンペーンじゃないかなと思います。はい、というわけでですね、今回はこのグローとアイコス3の比較をしていきました。
まあ、それぞれの考え方があると思いますが、まあ、害がないわけじゃないので、やっぱりそういう時は周りの人のことも考えて自分のことも考えて楽しんでいただければと思います。こんなんでいいのかな。はい、というわけで、また何かあったら動画を作りたいと思いますので、チャンネル登録、いいねボタンしていただければと思います。それではまたお会いしましょう。バイバイ。